続きまして、審議事項3、請願23第25号、朝鮮学校保護者補助金の廃止を求める請願の趣旨説明を受けたいと思います。請願者の方がお見えになっております。前の方にお越しください。それでは、請願文を先に朗読させます。朝鮮学校保護者補助金の廃止を求める請願。請願の趣旨、現在港区が実施している朝鮮初級中級学校児童生徒保護者補助金、すなわち朝鮮学校保護者補助金についてその廃止を求めます。理由、朝鮮初級中級学校児童生徒保護者補助金、すなわち朝鮮学校保護者補助金以下補助金は、昭和57年6月9日港総総第153号朝鮮初級中級学校児童生徒保護者補助金交付要項に基づき、昭和57年以降実施されている制度です。制度について、学校教育法第134条に規定する各種学校である朝鮮学校に対し、別途設けられた補助金制度であるというのが港区教育委員会の公式の説明であります。別途とあるのは、区立の小学校・中学校については、学校教育法第1条に規定する学校であることから、養護世帯及び準養護世帯に対する補助金の支給制度があるからです。さて、補助金について、港区議会平成18年度決算特別委員会第7日目、平成19年10月2日開会の質疑で、当時の山本ヘルビー委員の質問に対し、当時の山本治港区教育委員会庶務課長は、港区は朝鮮籍の児童・生徒のいる保護者世帯についてのみ支給している。また、各補助金制度導入後、この事業の必要性の検証につきましては、これまでのところないなどと答弁されています。また、平成21年度予算特別委員会第7日目、平成21年3月13日開会の質疑では、同委員のこの制度自体にそもそも法的な根拠があるのか否か、あるいは文科省からの通達、東京都からの要請など、何か行政上の基準というものがあるのかとの質問に対し、同課長は、公園通達の根拠はない、区の政策判断ということで、昭和57年度から実施をしていると答弁されております。また、同じ日の質疑では、補助金をめぐる話し合いで、区の交渉相手として同課長は、学校法人東京朝鮮学校の校長先生がお一人、その学校の教育会の会長さんお一人、それから在日朝鮮人の総連合会、いわゆる朝鮮総連の城南支部の委員長さんがお一人、それから保護者の代表の方お一人ということで、合計4名の方と協議したと答弁されました。区が実施している他の保護者補助金制度では、保護者自身が直接区議会や区教育委員会に請願しているのに対し、本来交付対象ではない人間の方が、保護者より多数、人間の方が保護者より多数交渉の時に参加しているというわけです。さらに、平成20年度決算特別委員会第7日目、平成21年10月6日開会での質疑では、当時の伊藤康弘庶務課長、教育政策担当課長兼務は、原則として保護者の方から申請いただき、保護者に対して交付することとなっている。しかし補助金は学校に支払われる授業料等に充当されるものであることから、保護者の手続きの負担軽減を図るため、学校長が保護者から委任状をいただいた上で、学校長が代理して申請し、学校長すなわち学校に対して交付すると答弁されております。一連の質疑を通じて、丸1、23区中、朝鮮学校通学指定に限定した補助金制度を実施しているのは港区だけであること、丸2、補助金申請をめぐる交渉席に当事者である保護者以外の団体関係者が同席していること、丸3、保護者補助金と言いながら実際には学校長が受け取っていること、丸4、制度開始から四半世紀の間、制度の是非や実態についての検証が行われてこなかったことなどが明らかになりました。なお、平成23年第1回港区議会定例会一般質問で、当時の高橋良介教育長は補助金制度見直しの具体案について、特に改善が必要な代理人による申請については、来年度から保護者が直接申請する方式に変更すると答弁されています。私は特定の国の人間を優遇するような施策は、逆差別の温床になりかねないと思います。なぜ北朝鮮に限定するのか、領域内の住民を弾圧し、日本をはじめ各国の国民を拉致する北朝鮮という団体、過去日本は北朝鮮を国家承認していないの影響下にあり、その指導者とされる人間たちの肖像画が掲げられていた朝鮮学校です。しかも補助金支出の透明性については、これまで極めて疑わしい状況がありました。国は現在北朝鮮に対する経済制裁を政権交代後も継続しています。また今週の時点で補助金について東京都は中止、大阪府では凍結、千葉県では予算計上の見送りの動きが出ておりました。そのような状況の中で、一人港区だけが北朝鮮に限定した優遇措置を続ける理由は本当にあるのでしょうか。よって港区議会に置かれては朝鮮初級中級学校児童生徒保護者補助金の廃止の意思を明らかにし、
平成24年度以降の同補助金の予算計上中止を港区および港区教育委員会に求めていただくよう請願いたします。はい、朗読が終わりました。それでは請願の趣旨説明をお願いします。